皆さんこんにちは、ペンです。本日は失敗しないためのヘルメットの選び方についてご説明したいと思います。で、今こちらに並べているのが、ケンマミが着用しているヘルメットになるんですけども、並び順にもちょっと理由があって、大きく分けるとこの3つのタイプ、穴っていうのはこの通気口なんですけど、穴が多くて軽量なタイプのヘルメットで、一般的によく見る形、オールラウンダーな形状のヘルメット、そしてこの2つ、こちらはエアロタイプのヘルメットです。比較的通気口が少なく凹凸も少ないです。セミエアロと呼ぶ方もいるんですけど、エアロヘルメットと呼ばせていただきます。はい、この動画はですね、私 YouTube 始める前からちょっとやりたかった動画ではあるんですけども、私がスポーツバイク、要はロードバイクを始めたのは2年ちょっと前なんですけど、その時に、ロードバイク完成車とヘルメットっていうのを、セットで買った時に、ヘルメットについてなんですけど、ぶっちゃけ何買っていいかわからない、お金が高ければ高いほど軽量化されてるっていうイメージしかありませんでした。で、そこから、最初は6000円台の結構安めのヘルメットですね、スポーツバイクのヘルメットとしては結構安めのヘルメットから、この軽量なオクトル、エアロなジロのバンキッシュっていう3つのモデルを着用してきました。で、その使った、経験談をですね、皆さんに情報提供して次のヘルメット選びの参考になればなと思います。まずヘルメットの選び方なんですけど、知識がないうちは試着して自分の頭に合ったヘルメット、または自分の見た目に合ったデザインのヘルメットを買ってください。試着してほしい理由が、ヘルメットって各国からいろんなのが出てるんですけど、作りがですね、 M とか L とかいろいろあるんですけど、メーカーによってもうサイズ感違いますし、数値ではわからないこともあるんで、ぜひ着用してほしいです。着用する時のポイントなんですけど、まず深くかぶれるか、例えばこれがですね、ここまで浮いてますよっていう時は多分ヘルメットがちっちゃいです。次にここの、基本後ろにダイヤルがついて回すと閉まっていくものが多いと思います。その閉めた時にこう振って左右にずれないかとか、あとはこのおでこの部分で、この側頭部っていうのが痛くないかで、さらにこうやってあごひもを着用した時に、ここがきつくないか、顔の形によってここのきつさっていうのは変わってくると思います。で、もう一個私の経験だと、この耳ですね、耳のとこと、このクロスされてる部分っていうのが、ちゃんと適正な位置にあるか、適正っていうのは、例えばこれが極端にこの要はクロスされてる部分が調整できる機構じゃなくて、こう耳のとこにすごい当たって痛いっていうのは、合ってないと思います。ここまでが一般的なヘルメットの選び方だと思うんですけど、私の経験上の話でもう一つ言いたいことがありまして、サングラス、アイウェアとの相性がいいかっていうのもできれば見た方がいいです。はい、で、こういったサングラスがまずありますと、その時にこうかけますと、かける時にここの紐ですね、紐が顔にピタッときていて、このフレームですね、サングラスのフレームを外側にかけるタイプがいいか、もしくはこれはヘルメットの紐が要は内側から出てるとかではなくて、外側から出てるタイプなんですよ。で、これは何かっていうと、ここの顔と紐の間に隙間があるタイプです。で、こういった場合だと外から紐の上から挟むっていうのは、無理です。アイウェアをかけるって無理で、この紐と顔の間にフレームを通すとっていう着用の仕方をしなければいけないと。なので、できれば
試着する際にサングラスを持っていける状況であれば持っていった方がいいんじゃないかなと思います。で、私今まで、スポーツサイクルショップをいろいろ行きましたけど、サングラスっていうのは大抵試着が、ガラスケースになってて試着ができないんで持っていった方がいいのかなと思います。もっと言うと、アイウェアをヘルメットに引っ掛けれるものと引っ掛けれないものがあるんですよ。こういう風に今黒いとこっていうのは滑り止め加工されていて、ここにこうやって引っ掛けますと、そうした時に、よっぽど落ちないです。滑り止めがある場合はよっぽど落ちない。で、こちらリブのヘルメットっていうのはサングラスをかけるための、滑り止め加工がされてないです。ということはどうなるかっていうと、もう見てわかるように落ちます。で、意外とこの引っ掛ける機構っていうのも便利なので、予算とかに余裕がある場合はこういったタイプを選ぶとすごい便利だと思います。ヘルメットを買う時の初心者のチェックポイントとしては、深くかぶれるか、締め付けた時に、左右にぶれないか、頭が痛くならないか、で、耳と紐の相性がいいか、顔や好きなデザインであるか、アイウェアとの相性もできれば考えた方がいいっていうところです。はい、次はこのエアロタイプのヘルメットと、軽量化に特化した穴が多いタイプのヘルメットの特徴を説明したいと思います。まず軽量なタイプのヘルメットっていうのは、決して穴が多いから軽量っていうわけではなくて、素材とかの違いもあるんですけども、比較的穴が多いタイプっていうのは軽量なタイプが多いと思います。で、こういったタイプのメリットデメリットっていうのは、通気口が多い分頭が蒸れにくい、涼しい。それに伴って当然デメリットもありまして、デメリットは冬は寒いです。もう一個が、虫がダイレクトに頭に当たる可能性が高まります。そうするとすごい痛いです。で、あとはこれはビビたるものだと思うんですけど、こういったエアロタイプのヘルメットに比べて、凹凸が多いもんですから、エアロダイナミクスっていう意味で言うと、ちょっと体感では難しいんですけど、数値上は多少落ちるのかなと。ただ日頃ですね、趣味程度に乗ってたり、そんなスピード出さない人であればエアロダイナミクスっていうのは分かんないと思います。で、2点目のメリットっていうのは、軽い分首や肩の負担が少ないということです。やはり今エアロ形状のヘルメット、ちょっと重めなんですけど、ジロのヘルメットと、こちらと比べると、こっちの方が断然、ライド後の疲れっていうのは首と肩のことなんですけど少ないです。それは間違いないと思います。あと、そうですね、もう1点、これは軽量というより穴が多いタイプのヘルメットの特徴として、こういう風に痒くなったらこういう風に頭をかけるとか、暑い日なんかにはこう水をかけて直接頭を冷やせるっていうのが、メリットかなと思います。続いてはエアロヘルメットについての特徴、メリットデメリット、経験談からご説明したいと思います。まずエアロヘルメットっていうのは通気口が基本的に少ない、もしくはない形状のものも多いので、凹凸が少ない分エアロ効果が高いと。で、先ほど申したように、ちょっとこれについてはちょっと分かりにくいとこはあります。前がどんなヘルメットを使ってたかによって効果があるかないかっていうのが個人差があるので、体感ではなかなか難しいんですけど、少なくとも私はこういった、もう極端にですね、横幅が広くて穴が多くてっていうヘルメットから、こういった、しかもこのシールド付きですね、マグネットでシールドつけてさらにエアロ効果を高めるっていうヘルメットに乗り換えというか、こっちを追加した後から追加したので、エアロ効果っていうのは体感はできました。ただやっぱりビビたるものだとは思います。エアロ効果が高いっていうことに伴って、通気口が多いものに比べて熱がこもりやすい、暑いっていうデメリットがあります。雨降ったシチュエーションで走られる方とか、冬にも乗るよっていう方にとっては、このエアロヘルメットっていうのは
すごいあったかいので使えるものだなと思います。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価とチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。